教室の久保田です。今回はフォアハンドの低いボールの打ち方を説明します。打ち方は3割3割のスイングなんですけれども、その前に私と違う打ち方からまず紹介したいと思います。よくバックスイングした後スイング開始でこっち側にラケットヘッドを垂らしながらラケットフェースを右方向に向けてそれから前向きにする方が、非常に多いと思います。その時の、タイミングとしては体が前を向きながらラケットヘッドを垂らしてコートを右方向にラケットフェースを向けると思います。こういう形から入ると思います。こっからこっちの方ですね、手を、前腕を外側に回してラケットヘッドを下ろしてラケットフェースをコート右側に向けてその後に打球する人が多いと思います。ちょっとやってみます。こういう手の使い方をすると思います。これ低いボールでやるときによく地面を触る人っていうのはいると思うんですけど、それをやる人は多分こっち側の打ち方になっていると思います。ヘッドを落として地面を触っていってしまうような人、一回こうヘッドを先っぽの方で地面を一回ラケットヘッドで地面を一回こすって打つような感じ、もしくは、ヘッドを下げたときに自分の右足を打ってしまう人もいると思いますよ。体を回した瞬間に右足にこう当たる、わかります？ここから前を向いた瞬間こっち行って当たる人、もしくは地面に当たる人がいると思います。私が進めている打ち方はそれではないです。でそれはダメな方だとして説明しています。じゃあどうすればいいのか、手をこっちに回してラケットヘッドを垂らして面を横向きにするのがダメ、右向きにするのはダメ。じゃあどうするかというとそれ逆ですね。こっちに落としていくのではなくて逆に内側に入れていくように打ちます。一回内側に入れてそれを出します。いきますね。間違いはこっちです。久保田テニス教室の正しい方はこっちです。こっちです。間違いはこっちです。もう一回いきますね。これとこれの違いですからね。もう全く反対方向、真逆と言っていいぐらい違うことになってくると思います。こっち側、こっち側かこっち側。これは胸が使えるかどうかに関係してきます。こっち側へ回してしまってこの状態に手のひらが上向きの状態こっち側になってしまうとこれもう胸が動かないんですよね。あとは前腕のこのひねった戻しで打つことになる、なってくると思います。これはこれで遠いボールには有効だと思います。届くと思います。だけどちょっとこう振り自体が長すぎますね。こっちこの長い振りから当たるのと私が進めている3割3割は内側から閉じて胸から入ります。内側で胸、これこっち側にするとすごく胸の動きがはっきりして面が開くんですけど、これはすぐにここから面が開きます。間髪入れずにここからすぐ開くんですよね。これは長いですよね。面が開くまでに時間と距離が必要。ここまでいったら時間と距離はこれは必要ないです。3割3割は裏返しのこっち側は時間が必要でこっち側は時間が必要じゃないっていうことになります。で他の特徴としてはですね、ヘッドを下ろす方はどうしても足を踏ん張らないといけなくなってきますね。踏ん張って前を向く力があってその後に当たるんで、で前を向くことによってその打球までの打球ポイントまでの距離を稼ぐっていう意味もありますよね。こっちから入って長い距離があったらちょうどいい。で私が進めてるのはあんまり前の方じゃなくて足元で打つぐらいの感じのイメージになってくると思います。で踏ん張る必要がもともと3割3割のスイングにはないので打球するための足の力は使わないので
突っ立ったまんまでもできるんですよね。だから低い球もこのままで打てるってことです。別にしゃがんでこう合わせる必要はなくて、逆に言うと3割3割のこのスイングはしゃがむと当たるんですよね、地面に。だからこう沈んでいって足を開いてこれをやろうと思ってもこう止まるんで、当たって地面に刺さってしまうんで、でしゃがまない方がいいことになります。しゃがむよりもこう立ち上がるようにして足元を払って打ちます。こっち側に回そうはしゃがんでいってもラケット当たらないですよね。それから立ち上がりながら打つような感じになって、膝の曲げ伸ばしでいくような感じになりますよ。でもそれとは全く違うんですよね。そんな動きは必要ないんですよ。そんなことをするぐらいだったら球のとこまでこうやって移動してほしいぐらいですね。そこまで移動できればもう打てるんで、別にしゃがむ必要はないってことです。だからフットワークにものすごく影響します。で、打ち終わりの形もこっち側に回すと打った後すごく跳ね上がりがきますよね。この回されたこの腕が返ってくるんで、こっから返ってくるんで、でも私が進めてるのはこっから跳ね上がりがないんですよね。低い位置で終わると思います。こっちです。だから打った後は次の構えが速くなると思います。一回いきます。間違いの方いきますね。違いの これは間違いです。こっちから入りますよね。で、正しい方いきます。正しい方は体の回転がいらないというのもいいですよね。回転したところで特にやりやすさはないです。こっち向きの方がいいです。引いて落としてすぐ触る。今分かりやすいように止めてるんですけど、ね、これ止めなくてもいいですよ。引っ張っていいです。今分かりやすいように止めたんですけど、引いていいです。こんな感じでこう全く違う動きになってくると思います。だから普段のスイングでこうやって回す人は低い球もこっちから来ると思います。で、まあ、地面を当たって打てなかったり足を打ったりとかで、結構振りが時間かかるんで、この辺も時間を計算しないといけないですよね。回す分の時間とそれがこう距離が必要になってきますよね。回してここで当たってもダメですよね、横に飛ぶんで。でもここから行った場合は3割3割の場合はここからすぐ当たって OK なんで、面は前向きになるんで距離があまり必要ないんですよね。その辺だいぶ違ってくると思います。で、目安としてはですね、ラケット引いて右足の方にラケットベースを向けるぐらいのつもりでやるといいと思います。これはグリップは厚くても同じようにできますんで、ちょっとグリップがウエスタンぐらい厚い場合は少し右足よりも後ろの方を向くと思うんですけども、このぐらいですね。イースタングライだと足の方を向けていいと思います。ウエスタングリップだとこっち側から行きます。イースタンだと足の方から向く、まあ、これとこの厚いグリップで、これと薄いグリップでこのぐらいの違いしかないんですけれども、同じようにラケットヘッドを落とすにしても落とし方というのがあって、こっち側とこっち側があるんですよね。やっぱり当てやすいっていうのが一番ですよね。あとは移動しながら打てる、あとは右胸、一番腕を動かす筋力がある右胸が使える、で膝を曲げなくていい、まあ曲げるとできないんですけど、曲げなくていいっていうのはものすごく利点になりますので、膝が痛いとかっていう方はぜひですね、こっちの動きに、こっちのスイングに変えてもらえると足が楽になると思います。
こちらどうしてもこう体を回そう、間違った方は回して踏ん張って打つような感じになるんで、これは移動しながらがやっぱ本当に難しいですよね。どうしても足を止めてやりたくなるんですよね。前以前説明したこうやってバックスイングする人いましたよね。こうでこれはダメだっていう説明したんですけど、それと同じ手がここであるんですよね。この状態でじゃあいけるか、あちこちいけるかっていうとこれきついんですよね。でもこっち側、これは全然足邪魔しないんですよね。ずっと歩いてってできる打ち方になってくると思います。こっちはこれ、まあそれも振り出してこうやってこれでちょっと動きやすいのかと、こっちこれでどっちが動きやすいのかをこう比べてみるとはっきりすると思います、違いが。まあそんな感じでちょっと最初の素振りからですね、どんどん練習していけるといいと思います。いきなり打つのはちょっと難しいかもしれないので、いきなりやるときは自分でボールを落としてそれからやるぐらいの感じでいけると馴染みやすいと思うんですけど、この位置からこっち側にしてこう触れるかどうかと、わざと間違いも練習するといいですよ。ここからこっち側からこうと、こっち側からこっちで、慣れてきたらここまでゆっくりしたらここからも早くぶったたいてしまっていいですからね。これは早く振る方の打ち方なんで、あまりゆっくりやっても効果がないとか、ゆっくりやるんだったら別に何だっていいわけで、速い球を打ちたい、早く追いつきたいで、ある程度楽になりたいっていう人用の打ち方なので、まあ苦しくてもいい、間違わなくてもいいという人は間違った方をやってしまってもいいとは思うんですけど、マスターしないですよね。